セルゲイ・アナトーリエヴィチ・ガブリーロフは、ロシアの政治家。ロシア連邦共産党所属。ロシア連邦議会国家会議大議員。1966年に、ソビエト連邦のトゥーラで誕生。1989年に、モスクワ大学で、経済学の博士候補号を取得。2016年9月18日、ロシア連邦共産党から第7期国家会議大議員に、選出。 2019年6月20日、ジョージアのトビリ市にあるジョージア国会議事堂において第26回政協議会監修会の総会が開かれた。ガブリーロフは同会議の議長であり、ロシア代表団と共に出席した。ガブリーロフは議会の議長席で総会の開幕を宣言し、ロシア語で議事を進行した。親欧州派のジョージア国会議員は、 ガブリーロフが議会の議長席に着席したことについて強く反発し、ジョージアの主権を犯す攻撃であるとみなした。また民衆による抗議デモも発生した。デモ参加者は、ジョージアの国旗や欧州連合の旗を掲げ、議事堂への侵入を試みた。対応に当たった警察官が不適切な暴力的対応を行ったことにより、複数の負傷者が発生した。 このデモによって警官およそ80人を含む約240人が重軽傷を負い多数の拘束者が発生した。デモ参加者はロシアの議員らに対し直ちにジョージアから退去するよう要求した。ガブリーロフは議長席に座ったことについてジョージア側からの指示によるものであると主張した。これに対しジョージアの与党は ガブリーロフが総会の開幕を宣言することを知らなかったとし、ジョージア国会の事務方のミスであったとの見解を示した。ジョージアの野党はこれに反発し、ジョージア国会議長、イラクリ・コバヒゼとデモ参加者への対応に関して、当局を指揮したギオルギガ・ハリア内務大臣の辞任を訴えた。ガブリーロフは多くの混乱をジョージア国内に引き起こし、 この一連のデモはガブリーロフの夜と呼ばれた。ありがとうございます。